それでは勝利監督インタビューです。見事初戦をものにしましたホークス小久保監督です。まず監督、監督として臨む初めての日本シリーズでしたけれども、振り返っていかがですか？結構落ち着いて試合には入ることができたんですけど、最後は今年一番ドキドキしました。やっぱりこの日本シリーズというのは簡単にはいかない、そういう思い改めて感じられましたか？9回表の、ね、今宮のタイムリーで、3点入ったんで、少しそこでオスナも気を抜けたわけじゃないんでしょうけど、5点あるなっていう中だったんですけど、さすがこの横浜スタジアムの大声援がね、本当に脅威に感じる9回裏でしたね。今日ゲームの方は先発有原投手に第一戦任せて、そのピッチング内容はどのように映りましたか？もう言うことないですよね。あと2アウト満塁で自分でタイムリー打ちましたしね、もう有原に尽きると思います。あのバッティングのシーンはどんな思いでご覧になってましたか？ 100% 打たないと思ってたんでびっくりしました。非常に大事にしていたこの第一戦だと思いますけれども、この一戦をものにできたこの意味というのはどういうふうに捉えてますか？もちろん4つ勝つんだという話を選手たちにしてるんでね、とにかくあと3つ勝ちます。これで小久保監督、チームとしても日本シリーズでつないできた白星が13連勝ということになりました。これについてはいかがでしょう？いや、3つ負けられるのが日本シリーズなんで、あんまりそこは気にせずに一戦一戦やっていきます。さあ、それでは最後に今日もたくさんのファンも集まって声援をかけてくれました。そのファンに向けての一言、そして明日以降への戦い方に向けてもお願いいたします。はい、横浜スタジアムの、ね、ホームゲームで非常に大声援をベイスターズの選手は受けてるんですけど、ホークスのファンの皆さんもホークスの選手にぜひ明日も熱い声援をよろしくお願いします。ありがとうございました。見事初戦ものにしましたホークス小久保監督でした。